天人女房、サット王の話。昔、森の川のすぐそばに、うくましいという人が住んでいた。ある日、うくましいが畑からの帰りに、森の川で手足を洗っていたら、これまでに見たこともない、きれいな着物が、 泉ののそばの木にかけられていた「うくましいは不思議だなこんなに美しい着物を着る人はこの辺りにはいないがなと思ってその着物を手に取ってみたそしてこれは珍しいものだから持って帰って家の宝にしよう」と急いで家に持って帰った。 「そしてその着物を蔵の中に隠した」「この森の川は手足を洗うところと体を洗うところは分けられていた」「ちょうどその時体を洗うところで一人の女が水浴びをしていた」「女が泉から上がって着物を着ようとしたらかけていた着物がなくなっていた」 ああ、大変。私の着物がない。私のトビンスがない。どうしよう。ああ、私は帰れない。と言って、女はそこで体をガタガタさせながら座っていた。そこへ、うくましいが戻ってきて、女を見つけて、あんたは一体どうしたのですかと声をかけた。 女は、私はここに着物をかけておいたのですが、泉から上がってみたら、着物がなくなっていたのです。それで、来て帰るものがなくて、どうしたものかと困っているのです。と言ったら、うくましいわ。そうであるなら、私の家はすぐそこだから、一緒に行きましょう。さあ、私の家で、私の芭蕉の着物を貸してあげよう。 と言って女を家に連れて行き自分の着物を着せてやったそんなことからうくましいと女は夫婦になってねやがて女は子供を二人産んだ上は女の子で下は男の子だったある時下の弟が泣いたので 姉の女の子が、お前がこんな風に泣いたらね、蔵の中にあるトビンスを、あのトビンスを、お前に着せてあげないよ。だから泣かないでね。へいよ、へいよ、泣くなよ、とあやしていたようだよ。そうしたら、この子たちの母親はそれを聞いて、 ああ、なんということでしょう。私のトビンスは、そんなところに隠してあったんだね。と言って、急いで蔵に行ったって。そして、その着物を着ると、それはトビンスだったのでね。そのまま、空に舞い上がって、天に帰って行ってしまった。そしてね、 置き去りにされたその男の子がその後、琉球の王様佐藤王になったんだよだけどねこの佐藤はね子どもの頃からちっとも仕事をしなかった畑仕事を嫌ってただもう魚釣りをして遊んだりまた山に行って鳥を捕まえたりして ただ遊んでばかりだった。だから、いつもぶらぶらして、仕事をしない人だった。ある時、カスレングスクのアジの王女が、向こう選びをするという話が聞こえてきた。サットはそれを聞いて、そうか、カスレングスクの王女様の向こう選びをするのか。それなら私もそこへ行ってみようと言った。 で出かけたようだ粗末な芭蕉布の着物を着けて、藁帯をして、カスレングスクに着いたら、門番の人が、お前はどういうものだどうしてお前がここに来たのか今お城では王女様の向こう選びをしようとしているのに、と言って、殺到と押しとどめた。そして、 お前のようなもの、お前など、決して選ばれないから、とっとと帰れ、と言って押しのけた。そうしたら、カツレングスクの王女が、節穴からそれを見て、何事なのどうしたのお前たちは。と聞いたので、門番は、王女様、このような汚い身なりをした者が、向こう選びをしてもらうために来た。 と言って来てるんですよ。こんなものをお城の中に入れてなるものですかと言った。すると王女は、いいからそうであっても中に入れてごらん。まず入れてごらん。本当はどういうものなのかわからないのに。さあ、中に入れてみなさい。と言って殺到を入れさせた。 そうしてまた二番の門でも門番が押し返したがまた王女が入れなさいと言ったので門番は殺到中に入れたカツレングスクの王女の両親は城の中に入ってきた殺到を見て王女にお前はこんな身なりの人のところへ 妻になっていくつもりか。一体何者なのだこの男は。と聞いた。王女はこの人は徳があるお方ですよ。優れた徳を持っていらっしゃる。私の目で見て徳が優れていらっしゃるから、私はどうしてもこの方の妻になります。と答えた。そうしてサッとは王女の になったんだよ。「王女の母親はさっとの身なりを見てあまりに貧乏なものだと思って王女を不憫に思ってねこの二人が城から出て行く時に米俵を一つくださりそしてその米俵の中に拳ぐらいの黄金を一つ入れて持たせてやった。 二人が小さな船で、かつれんから合わせに渡る途中、船の上を飛んでいる鳥があまりにピーピーピーと泣き叫ぶので、さっとは米俵の中の小石を取って投げつけた。鳥を追っ払おうとしてね。すると王女が、あれまあ、あなたはもうわけのわからぬことをして、どうしてその小金で、 鳥を追っ払うのですかと言った。おやおや、どうしたのかお前こそ。そんな石ぐらいで。私の家の周りの石は全部あのようなものだよ。私の屋敷はみんなそれだよ。と言った。そうして、さっとの家についてみたら、そこは、邪難裏のクガニナーというところだった。 王女が家の中を見てみると、の缶の三つの石も黄金であった。屋敷の周囲も全部黄金だった。王女様の見立ては合っていたんだね。やはりサットは頭のよく切れる人だった。また、得のある人だった。 サットの家のクガニナーの下にカンジャーガマというのがあるが、その下は海だったから、いろんな船がクガニナーの下まで入ってきた。また近くにはヤマト川という泉があって、ヤマトの船が入ってきたら、そこから船に水を汲んで運んだらしいよ。それでサットは、 自分の家の下までもマトの船が入ってくるのでマトの船に積んである鉄と自分の家にある小金とを交換してねそして金持ちになったそしてこの鉄で桑やヘラを作って農家に配ったそれでもってサットは世間の人たちから 信頼されたそして初めはそこで進家を集めて忙しくのアジになってそれから浦添えぐすくのアジになったそしてそれからまた中山の王になり殺到王と呼ばれるようになったんだよその殺到の 屋敷の後は今もあるよ。患者釜も今も残っているよ。